レアードを、はい、よく拾ったよね。いや、そもそも私正直そのシーズン前にレアードさんを取ったってなった時に、なんでレアードがロッテ来るんだろうって思ってて、うん、いや正直わかんない。いや、そう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 なんですよ。なんで日ハム出したのって思う、うん、当時はね。まあ、今はなんとなくわかるけどさ、うん、そうなんですよ。まあ選手層が厚いっていうのもありますし、まあね、まあ、金も高くなっちゃうからね。そうそうそう、どんどん高くなっちゃったから出したいっていう、うんうん、気持ちももちろんわかるんですけど、でも日ハムが出すってことはそこまでなんか今の戦力に必要ないのかなっていうのがあって、ただ一ついいところはレアードに関しては対ロッテ戦でめっちゃホームランを打ってたんですよね今まで。だからロッテが対日ハム、レアードがロッテに来たことによって対日ハム戦でホームランを打たれる確率が減った、うん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 、それがまあ一つは大きいかなっていうぐらいの気持ちでしかなかったんですけど、まああんだけ寿司握ってくれたらもう何も言うことないですね。はい、もう何も言うことないですだってだって年俸ね、そこまで ね、もう角中の年俸上げようかって気持ちですよ。角中の年俸僕わかんないんですけど、まあ高いんでしょうね。まあ過去の実績があるからね。そうですね。まあ指名打者、パリーグ首位打者だったんでね、はい。ロッテは今誰が一番年俸高いんですか。涌井？涌井さんなんじゃないですかね。結局のところは。結局のところはそう。はい。まあ交渉で出してる。うん。